今日も全力ぶっちぎりマキピロ君とリオでございます。はい、タイガー&バニー2コラボ。はい、ということで今回無料で50連。50連はでかい。でけえな。うん、もう今まではさ、オーブがないとかなってた。うん、関係ねえ関係ねえ、50連ただだから。ボックスの心配だけしとればいいね。確かにそれはいるな。それはいる。CM 見よ。ということで今回タイガー&バニー2コラボ、はい、こちらのキャラクター、うん、気になる方多いんじゃないでしょうか。うん、ということでいろいろ調べてまいりましたので、それを皆さんにご報告したいと思います。全力バッチリ。はい、じゃあ1キャラ目、ワイルドタイガー&バーナビー。はい、総合評価の方は一旦 A とさせていただきました。一旦 A。 うん、とりあえず使ってみないとわからんから。あ、まあそうね。ああ、うん、これ S になる可能性は非常に高い。うん、うん、使えるクエストはちょっと S にしといた。おお。ああ、でワクワクの民は過激盛り、はい、エイナーカシ天剣の書、これ優先的に使っちゃっていいんじゃないかなと思っております。ゲットできたら使うみたいな。まあ枚数にもよりますけど。あ、そうやね。うん、特徴、超アンチダメージボール持っとるから、ダメージボール1回触れると 1.3 倍上がると、うん、あとカウンターキラー、こちらはね、自身にダメージを与えた同種族の敵に対してキラー効果 1.5 倍、うん、ちゅうことで直殴りの最大火力、超アンチダメージボール 1.3、はい、カウンターキラー 1.5、1.95 倍、うん、ただ、はい、超バランス型にするとですね、優位属性に対して補正が入ります、うん、例えばゴーデス様使ってみた、でも、はいはい、使っておりましたね。はい、属性効果超絶アップなので 1.54 倍、うん、これ掛け合わせると3倍。これはでかいね。おう、そして超アンチ減速壁、はい、減速壁に触れた時に一度だけ加速します。うん、あとは SS ターンブスト、うん、こちら敵を1体倒すごとに自身の SS ターンを一旦短縮する。うん、だからこいつでバカバカ倒せばいいんですよ。そうやね、 SS どんどん短縮されてる、うん、素晴らしい素晴らしい。ユー・ジョウ、はい、超絶貫通拡散弾イエル 5! ああ、まあ一応他持ってるキャラクター、うん、バッハ、ああ、やっぱバッハ持っとったやつだね。ああ、ああで、24,688 で、カウンターキラー乗っかってくると 37,032。 ただバッハの場合はですね、まあいろいろキラー持ってるんで、うん、うん、まあそれに乗っかってくるとちょっと上超えるけど、うん、キラー乗ってないパワーモード、この時のバッハの火力と同じぐらい、うん、で、この超絶貫通拡散弾 EL3 とかはね、はい、結構他のキャラクターもたくさん持っております。うん、EL5 はまだ少ない。うん、サブ友情の方がオートジャブリン、はい、こちらはまあダイが持ってる。あ、ほうほうほう、ね、うん、ダイの友情ブーストが乗っかった時とは同じぐらい、うん、カウンターキラー乗っかって、うん、ただダイカウンターキラー持ってるからちょっと数値は高くなると、うんうん、ただここです、バッハのサブ友情、こちらは闇属性の超強爆破拡散弾、うん、ダイのサブ友情は無属性の超落雷、うん、なんでお互いのメイン友情をちょっと数値はそこまで届かないけど、うん、メイン友情持ってる、うん、ってことで結構友情火力出るキャラクターです。おー、ストライクショット、はい、こちらは22+4ターン、うん、最大26ターン、中途半端。分身と追撃、うん、でこの追撃なんだけど、うん、多分どこを殴っても弱点判定を拾う形かな。あとボス必中だと思われます。ありがとうございます。ありがとうございます。間違って打ち込むことないでしょ。ないな、私がよくやるやつ。うん、でも自強化でぶっ潰す可能性あるけどな。あー、そっか。うん、最後の追撃入る前にな。それだけ注意してください、ね、はい。使えるクエスト、はい、ゴーデス様ダウト、多分ダウト使えると思う。おブロックを持ってるからね、うん、あと爆絶アラミテマアルマゲドンティルナノーグ、うん、超絶はリョフカイティファレトビシャモンテなど、うん、近畿の極は212、うん、素晴らしい。で相性のキャラクター、はい、ダメージボール減速回ブロック、こちらで茨城アナスタシアアルファがおります、うん、茨城は、まあ、種族は違うけど激種と戦型が一緒、うん、アナスタシアアルファは戦型は違うけど種族と激種が一緒、うん、となっております。ほう、まとめです、はい、ゴーデス様の難易度をさらに下げるキャラクター、ありがとうございます。超バランス型の補正の殴り、友情、ストライクショットと非常にスペックが高いキャラクター、うん、ストライクショットはおそらくボス必中でどこを殴っても弱点を披露しよう、うん、その場合倍率次第になるが少々のギミック無視で活躍する可能性を持ちます。あー、ありがとうございます。とりあえずはダウトで使ってみたいね。あー、ダウトも使えそうな気するから、うん、うん、お次のキャラクターはブルーローズ&ゴールデンライアン、はい、
総合評価はとりあえず A とさせていただきました。うん、ワクワクのメインは過激盛り、あと即必殺使うかもなーぐらいの感じ。SS 弾短縮ついたのに壁。 SS 弾短縮って短縮結構ゴリゴリできるんやけど、はあ、それでもひょっとしたらこのキャラクター早い弾で使う可能性もあるかなーっていう。ほう、うん、ちょっとね、あのサポート寄りのキャラクターではある。うん、うん、超マイスイッパー L を持っております、はい、だから、直殴りの馬率、地雷を所持している時の直殴りの馬率の方が 2.5倍。うん、で状態異常回復、うん、こちら貫通スピード型のため状態異常ね解除しやすいです、うん、そして壁 SS ターン短縮、はい、こちらは触れた壁面数に応じてストライクショットのターンを短縮、うん、ということで最大が4ターン短縮できます。4壁触ってってこと。そう、4壁触ってね。うん、だから通常の SS ターン短縮は3ターンだから、うん、それよりも早く、そうね、 SS を短縮できる。うん、友情が超強反射増殖弾よ。はい、こちらがですね、壁に当たると分裂する属性弾が弱った敵を攻撃します、うん、で HP の少ない敵に対して飛んでいくといった形になります、はい、他持ってるキャラクターはエビス、あとビッグマン。おー、うん、でエビスに関してはちょっと、まあ、コピーがね、先行のイメージがあるんだけど、うん、実はこれもかなり強い友情で、そう、ね、貴族性キラーとかね、魔法陣ブーストとか乗っかってくるとすごい数値になってくると、うん、でビッグマム、パワー型で、まあ、そこそこ使った人いるんじゃないかな、うんうん、通常クエストとかで。だから、その場合は、まあ、ビッグマムでもそこそこ火力出るんだけど、それよりもちょっと上っていったね、うん、形になります、はい、多分エビスと比べるともわけわかんなくなるから、うん、ビッグマムよりちょっと強いなぐらいが一番イメージ的にはいいのかなと思います、うん、サブ友情の方が全敵超強評価、はい、こちらは全ての敵に一発の強力な評価、うん、これ持ってるキャラクターってね、実はブルックしかいないんです。あ、そうなの。はい、ブルックの時に初めて実装された友情になるんで。あ、そうなの。うん、だから、ブルックがレベル、70かね、確かね、星5ってマックス70だったような気するから、はあ、まあこのレベルの差でね、これ数値が違うんです、はいはい、うん、まあ氷塊って確か睡眠入ったはずなんだけど、これはね睡眠入らんかもしれない。あのブルック艦隊でちょっとクエストパーっていってもう一回見直したの、うん、やった、そこそこ時間かかったやつ、一回も睡眠入ってないから、うん、睡眠入らんかもしれん。起きちゃうんじゃない。あ、ガーンって当たってハクイってガーンって当たってフラッて眠るんじゃないの。起こされるみたいな。もういいわもういいわ。ストライクショット、こちらは20プラス8ターンの最大28ターン。長いな。うん、ただほら壁 SS ターン短縮持ってるから、で自強化と遅延と追撃、うん、めっちゃ優秀じゃない、ね、こいつで遅延がね2ターン、うん、追撃、こちらは割合で 45%、はい、45大きいね、でかい、うん、しかも遅延も入るんだよ、うん、自強化の後やで、うん、結構これは使える、うん、スカルクエスト、はい、こちらは豪絶シュリンガラ、爆絶テラ、ジバンク、アルカディア、超絶はノイン、マルクト、エンマテンなど、うん、超究極は新アマテラス、うん、近畿の国は1、25、うん、で相性のいいキャラクター、うん、ダメージウォール地雷、これね、うん、飛行込みで検索します、はい、でブロック、うん、こちらは貫通でパックがおります。おー、パック、うん、うん、むしろこれぐらいしかいねえんだ。ほう、で相性っていうよりもちょっとね、このアビリティ対応が希少性の高いキャラクターかなと思います、うん、でダメージウォールブロックの状態異常回復、はい、これちょっと気になって、うん、アトランティスとアムリタがおります。おー、ただアトランティスって反射でストライクショットで貫通になれるんだけど足をせえな。でアムリタ、うん、まあ、限定キャラクターですよね、はい、所持してる人は結構少ないんじゃないかなと思います、うん、でもアムリタはバランス型だから状態異常回復っていうところに目を置くと、うん、アムリタよりももちろん、この子の方が解除はしやすいよねって思う、うんうん、スピード型だし、はいはいはい、まとめです、うん、特徴的なのは状態異常回復のスピード型の貫通、うん、味方の状態異常を解除しやすい点、うん、超マインスイーパー M で殴りと友情もそこそこ火力は出せます、うん、ストライクショットは短縮アビを持ち自強化と遅延と割合と非常に優秀、うん、高難易度向けのキャラクターのような気がします。なるほど、うん、難しい、ちょっとめんどくさいようなクエストで活躍しそうなイメージ、うん、
次のキャラクターはファイアーエンブレム&スカイハイ。はい、総合評価の方は B とさせていただきました。あら、落ちたね。ちょっとストライクショットの使用がっていうところもあるし、使えるクエストはそもそも少ない、うん、うん。未来型なんでこれから評価上がる可能性は大いにあるキャラクターでございます。なるほど。はい、ワクワクの実は過激盛りもしくは平明とか照明とか、うん、こっちのサポートの方に回った方がいい可能性はあります、うん、で円赤紙と線形の書とりあえず今は保留、うんうん、使う時に使う、うん、とりあえず置いときましょう。なるほどね、うん。アビリティは超アンチワープ持ってるから一応ワープの数に応じて攻撃力が上がるといったねアビリティ持ってます、うん、そしてマイセイパー M、 これね超じゃないんだよね。ああそうだね、うん、マイセイパー M、うん、まあ地雷の直殴り、地雷を拾って、うん、殴った時の火力が 2.0 倍、うん、初めから持ってないよっていう、そういうことです。ここビットンブレイカーとシールドブレイカー、はい、これビットンブレイカーとシールドブレイカーってこの倍率あるんだけど、うん、はい、これねあのひっくり返るだけだから、うーん、つまり、まあ、200倍 ×4.5 になるんだよね。だからビットンブレイカーとシールドブレイカー両方持ってるから。あ、そういうことか。そういうことです。かけちゃっていいの？うん、はあ、そうだよね。わかんないそういうことだと思います、はあ、はい、でちなみに、ウィンドン、こちらはシールドン扱い、はい、ワープドン、こちらはビットン扱い、うん、となります、うん、つまり、あったら壊すぜっていう。まあ壊しやないね。うん、まあ中には壊れんやつもあるんやけど、ね、相当高いやつ。あ、そうやな、はあ、神殿のやつとかな、はあ、ゴリッゴリなやな、ゴリッゴリだれユーチョー、はい、超強ウォールするバレット、うん、こちらは壁をすり抜ける貫通属性弾を触れた味方の進行方向に発射、うん、これね結構扱い難しいんだよな。進行方向にってやつやだ。こうやってピン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 ってこれさ、うん、うまくあの使ってみたらようまく使っとるわ本当にそういうとこばっか切り抜いとるからね、きっとね。あのシチュエーションを作るっていうことがまず難しい、はあ、うん。で他持ってるキャラクター、摂州とかね、稲山洞節になってくるんだけど、摂州ちょっとあれ頭おかしいから、おかしい水属性キラー M 持ってるから、はあ、すごい数値になると、はあ、で、稲山洞節が一番近いかなと思う。うん、これの鳥獣封じが乗っかってくる倍率なんだけど、数値がね結構近いんだけど、どこ結局分かりづれえなっていう、うん、からんな感じになっちゃったおおなんかイメージつ、うん、あんまつかんなっていう、うん、感じになりました。はい、すいません。超強拡大爆破弾、はい、こちらは HP が一番低いキャラに向かって飛ぶ。これはねあの千早と同じ仕様です。距離が遠ければ遠いほど威力と範囲が拡大、うん、あと爆発範囲は友情の誘発効果があります、うん。ストレキショット、はい、こちらは12プラス12の最大24ターン、うん、オールアンチと停止後近くの敵に追撃、うん、でこの追撃は非直殴り、あと非属性で弱点判定は、ね、ありました、うん。まあ、これがどうかなっていったところやね、うん、うん、非直殴りっていうところは気になるけど、でもまあ結構火力出る形やな。ただ近くの敵に追撃、これ近くかね、どこ止まるかわからんやん。そう、しかもビットンとかあるとさ、あ、もうだってビットンブレーカーやけどさ、壊しきれんかったやつとかね。あ、でも壊しちゃえばいいか、自業家の時に壊せるやつならね、うん、関係ない。そう考えるといけるな、結構使えるかも。気づいてなかったわそれ。え今言われて、あ、そういえばと思って、はあ、あ、そういうことなんか。じゃあ大概ボスに飛ばせれそうやな。壊せってことなんか。あ、そうやな、まあ、あとぶち込めてビットン、あ、そのまま壊しゃいいんだよ、ね、あ、確かにね、うん、そうかもしれん。スカルクエスト、こちらは爆絶ガロンマグベル、うん、超絶はブルータスカイマリシテンカイ金剛夜叉明王などになります、うん、相性のいいキャラクター、こちらはまず転送壁を持ってるキャラクターっていうのは、うん、トロピール、エルメウス、ルフィぐらいなんです。氷、星5 ルフィだけみたいな状態。なおかつ、地雷と転送壁、こちらはルフィと一緒になります。だからルフィのサポートをするのにビットンとかね、シールドとかヘッドシーンのこいつがぶっ壊してルフィがドーンみたいなね、シチュエーションを作る可能性は十分にあります。まとめです、はい、現状では活躍するクエストは爆絶ガロンやマグメルなど、友情火力は扱いが難しいものの高いキャラクターになります、うん、ストライクショットは停止位置に左右されるためちょっと使いづらいかなと。
それこそさっき言った雑魚も倒す、うんうん、ビットンとか全部破壊する、うん、ボスにしか飛ばない状態にする、うん、とかね、そういうのが必要になってくると思います、うん、ただ両ブレーカーを持つのでこれです。代用が効きにくいキャラクターのため所持していないと適性が来た時に非常に困るキャラクター。そうなあ、どっかではなんか使うよね。使いそう、なんか多分ルフィと一緒に使うんやろな。うん、で邪魔なビットンとかを破壊してルフィが火力出しやすいような状況を作るとかね。うん、まあ、そんなんが嬉しそうやなって思います。なるほど。さあまとめでございます。はい、大当たりはワイルドタイガー&バーナビーだと思われるんですが、他の2キャラは完全に未来型のキャラクターなので、うん、今後の評価に、ね、変わる可能性は十分にあります。そうね、結局抑えとかって怖いっていうようなねキャラクターかな。まあ、特にやっぱファイアーエンブレム&スカイハイ、もうここに関しては代用効かねえよなってなってくるよね。天魔の古城でさ、うん、実際ニュートンアルファでビットン破壊してウェーっていうのがあるから、そういった感じで使うのかなっていうのはある。使ってみんと分からんねこいつね。しか適性がこんと分からんな。あ、そっか。こればっかりはクエスト次第、運営さんのさじ加減。うん、うん、いつもそれ言ってる気がする。いや結局そうよ結局のところそうよ。未来型っつってずっとボックスに眠るキャラクターいいんだから、ね、いますよ。ああ、こいつずっと眠るだろうと思ったらへぇっていうのもあるし、ね、はい、もうこれに関してはね正直めっちゃ難しいんですよ。そうですね、うん、だけど輝く可能性は全然秘めてるキャラクターかなと思います、うん、はい、いかがだったでしょうか。よければチャンネル登録高評価、あとベリーの土よろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はここで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見れよ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、おまけという名の本題です。最近このパターン増えてきた。あ、もうパッといきますよね。うん、おまけなんでね、はい、おまけってチュッて凝縮します。はい、まずは星子のキャラクタードラゴンキッド&マジカルキャット。マジカルキャット可愛いね。あ、確かに、うん、で、まあ、両方とも可愛いやん。あ、うん、やめたらやんか、お前ペアなやつ。あ、そうか、そうやろ。俺とミネタさん並べてミネタさんかっこいいねって言うとるようなもんや。あ、ここじゃなくて。は、いや、ペアやん。いや、そうやけど、これ、え、両方ともこれ女の子じゃないの。女の子よ。そうやろ。うん、じゃあペアで比べてっていう意味でさ、ここどこかなと思って。いや、行こう。はキュッとって言ってん。キュッとなってない。みんながクエスチョンなってるわ。みんな俺と同じリアクションしてるわ多分。はい、ということでいきましょう、ドラゴンキッド&マジカルキャット、はい、ということで、まず特徴が友情がね、超絶電撃、これが303,760、星5制限クエストやったら、まあ、雑魚をね溶かすことは全然可能だと思われます、はい、あとストライクショットです、自強化と稲妻停止後近くの敵を吹っ飛ばし、うん、この稲妻が無属性で非直殴り、うん、まあ、星5制限に関してはこれねあんまり関係ないかなと思います、うん、で吹っ飛ばしが固定ダメ120万、これが結局なんかひょっとしたら活躍する可能性はある、うん、けど基本的にじゃあ、ちょっとね、上の、うん、星6とかと使えるキャラクターかっつったらちょっとそれにはだいぶしんどいかなと思います、うんうん、でこちらはストライクショット一応18ターンなんだけど、うん、SS ターン短縮を持ってるのでもうちょっと早く使えるかなと思います、うん、ただ星5制限としてはちょっと使いづらいかなと、うん、思います。いくらね SS ターン短縮を持ってても星5制限では、うんうん、まあ、つかまない。ちょっと長いだろうな。長いな、うん、まあ、活躍してもちょっと、うん、1個2個とかになってくると思います、うん、ということでラック90のおすすめ度の方は B とさせていただきました、はい、優先度はそんなに高くない、うんうん、はい、次のキャラクターは折り紙サイクロン&ロックバイソン、はい、で特徴はアンチ重力バリアと転送壁。お、転送壁、これねブルックと一緒なんです。おお、本当は属性も一緒やん。うん、だからひょっとしたら一緒に使う可能性は十分にあるかなと思います、うん、そしてストライクショットの方が12ターン、うん、自強化と手裏剣、あと再走、止まってからもう一回ギュンと走るやつ、うん、で、この使ってみたって手裏剣が非直殴りの闇属性、うん、でちなみに使ってみた、はい、こちらは弱点倍率6倍のクエストで、あ、弱点にボッコボコ入っとったんで、ね、えらいダメージ火力出るなと思って見てみてちょっと調べたら、あ、弱点倍率6倍のクエストか、だからすっげえド派手に見えるな、はいはいはい、いった形でした、ね、はい、ね、うん、実際はちょっと、うん、通常のところで使って倍率出してみないと分かんないかなと思います、うん、
ただこのキャラクター、まあ、さっきもちょっと言ったんだけど、うん、内部弱点であるクエストとか、あと弱点倍率が高いようなクエスト、うん、まあ、これが両方組み合わさっとると、はい、めっちゃ強い。おうん、ねんけどやっぱりどうしても限定されてしまっているところがあるから、うん、ラック90のおすすめドローンはビートさせていただきました。なるほど、うん、まあ、結論だけど、うん、まあ、今回はラック90無理に作りに行く必要はないかなと、うん、これがね高かったら、うん、ちょっと足りなかったら追っちゃおうかなとか思うけど、そうだね、やっぱりそういう風には作ってこなかったら、はあ、うん、まあありがとうございますだけどね、こっちからしたら、ん、追わなくて済むから。まあそうやけど、うん、でもどうする、ね、70とか65とかで止まってしまったらさうわこれなんかもったいないなとか思わへん。今回特ダマあるからね、1個か2個か分かんないけど、1個は買って、うわね、これでも土壇場で俺もうわ言うてもどうしようってなりそう。またシングルハマるんでしょやりそうやな。いやこれみんななるんちゃう、さすがに65とかやったら行ってまわへん。行くかな、うん、まあでもね、無理に追わないように注意してください、うん、はい。